ね、今からね、クラス替えについての動画です。はい。前回かもしれないです。はい、準備の時の動画で、最後まで見てくれてた人にはわかるんですけど、プラ板をね、お友達からもらったプラ板を持って学校に行って、そのね、お友達としほちゃんは同じクラスになりたいそうなんですけど、なりたかったです。そう、そのお友達と一緒になれるように、プラ板を持って、はい、カバンにつけてったんだよね。あ、もう取りました。あ、もう取った。なれると信じて、お守りとして持ってったんです。はいはい、で、どうなるかっていうのを、また報告しますねっていう形で終わりましたよね。終わりましたね。最後まで見てくれてない人は何の話ってなるかもしれないんですけど、あのね、準備の動画の時、リミちゃんが最初メソメソしちゃった時のねやつ、はい、その時の動画をちょっと見てもらった方、見てない方は見てもらった方が面白いかもしれないです。そうですね、はい、言っちゃいます。いきなり聞いちゃってもいいですか？もうもったいないてもしょうがないんだよね。いいですよ。じゃあ、スプラトゥーンのプラ版のお友達とは一緒のクラスになれましたか？なりませんでした。なれませんでした。なれませんでした。残念。しほちゃんはじゃあ何組になりましたか？2組。何？先走っちゃった。友達が、プラ版の友達は1組で、私が2組になりました。2組か。しほちゃんは2組、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 1組、1組、2組。4年生だけ1組だったんだね。そう、4年生だけ1組の3なんで、あとはみんな2年、違う。2組の2番、2組の2番、2組の2番、2組の2番ですよ。すごい。全部2番？全部2番。2組の2番。すごい。2番は貫いてるんだね。2番は貫いてます。すごい。出席番号しーちゃん2番だった。2番だった。そう、2番だった。そう、2番だった。リミは出席番号何番？4番に戻った。おー、遅くなったね。前2番だったもんね。そっか。じゃあ次、リミちゃん。何組になりましたか？じゃん。3組。元3組。1年3組、2年3組、3年3組。わー。わー、リミちゃんも3組を貫いております。私も2組貫いてましたから。ね。来年はどうなるかわかんないけど、とりあえず今のところ。どうでしたか？でも、2人とも。去年はちょっと落ち込み気味だったかな？よかったです。よかった。リミは？よかった。先生は、りみちゃん先生心配してたよね。先生ね、優しいよ。私のおすすめの先生。優しい。ほんと、よかったよかった。そう、しほちゃんがね、大好きだった先生らしいので。好きなんですよ、ね、先生。そうだよね。はい。じゃあ、しほちゃんは新任の先生だったんだね。新しい。新しく来た。あ、でも、新しく来た。前の学校で1年、4年生をやってるって。そうなんだ。じゃあ、転任してきた先生だね。持ち上がった先生。うん、持ち上がったって。感じのイメージなんだって。ああ、なるほどね。そっかそっか。はい。はい。頑張ります。はい。でもめっちゃ良かった。優しそうだった。うん。あ、優しそうじゃない。あ、めっちゃ褒めてくるんだ。今の空気すごくいいと思いますとか。へえ。そっか。なんか変わったことはあった？学校行って。変わったこと？手洗えとか。なかった。なかった。あ、変わったことあった。何？席離れてた。本当？席一人？一人。うん。ええー。くっつけなくて、男子女子別々でこう、こういうこと。ああ。だからすっごい教室が狭く感じて。そうだよね。机やっぱ開いてたんだ、間。そうだよね。ちょっと、リミね、ドア側だから寒かった。そうだよね。私、窓側でさ、ぴったり窓とくっついてさ、本当にさ、こっちのさ、服つけれないというか。そうだよね。今日遊ばない。うん。うん。そうです。それが一番。みんな遊ぶやってんだよ。そうなの？え、私は遊ぶ約束しようとしたよ。はい。ということで、はい、クラスは一緒になれませんでしたけども、お互いね、いいクラスになれたようです。仲いい友達他にもいるんだけど、うんうん、その子と一緒になれたり、うんうん、よかったです。はい、よかったですね。リミも仲いい子となれたね。
おはようございます。おはようございます。喉が変になった。おはようございます。怖い。しーちゃん頭のてっぺんなんかゴミついてない。てっぺん映ってないもん。そのままじゃない。そのままじゃないでしょ。おはようございます。あ、そうだ、チーズも持ってこようとしたの。あー、いいか。いいよいいよ。チーズ今日はね、始業式だけ学校やったね。行きます。はいはい。なのでね、ちょっとね、免疫がつく食べ物、すいません、すごい。え、納豆卵これをいつもやるんですよ。そうなの。めっちゃ美味しいんで。リミちゃんは結局ツナですね。リミ昨日納豆卵食べたからね。美味しかったでしょ、納豆卵。うん、ワクワクしてるし。美味しかったでしょ。私のおすすめだからこれ。納豆卵おすすめだそうです。あのさ、うん、あの納豆卵のさ、うん、あるじゃん、うん、納豆。うん、卵が入った納豆、うん、あれにも卵かけるとさらに卵が増して美味しいんだよ。今日は違うんだけど、うん、ね、あとヨーグルト と、ブロッコリーと足は変な感じです。 R1 もあります。はい、じゃあ今日も一日頑張りましょう。はい、はい、じゃあね、はい、ちょっと一気にバーッと用意しちゃいましたけど、はい、はい、こんな感じでね、頑張ってください。クラス替えですね。はい、頑張ります。ドキドキ。いい、マスクは絶対外さないよ、暑くても。分かった。分かりました。うん、見て、まあ、これ、あの先生から言われると思うけど、ちゃんとこまめに手を洗ったりするんだよ。はいはい。ねえ見て、リミさ、うん、これ出して、ほら、お、荷物の差が、大きさ違う。セバちゃん、こんなに持ってくの今日。何持ってくの。早くない？お道具箱とか別に今日じゃなくてもいいの？今日がいいの。今日がいいの。うん、気合い入ってるね。まあいい。じゃあ行ってきます。うん。はーい。じゃあね。じゃあね。頑張って。まず帰ってきたらね、手洗いうがいしましょう。まずはランドセルを動いて、まあね、うん、大丈夫リミ、重かった、ランドセル久々の。今日すごい教科書持って帰ってきたんでしょ。それが重かったんだ。やばいね。パンパン、ずっしり。宿題あるよ。そうだよ、宿題いっぱい出たでしょ。出たかも。しおちゃんちょっとあっち撮っとくか、カメラ入んない。はーい、久々どうでしたか。楽しかったです。楽しかった。楽しかった。あ、リミも楽しかった。よかったよかった。クラス替えに。うん。クラス替えの話は、あ、今撮っちゃおうかじゃん。はい、じゃあそこ分けて。早く食べて。はい、ということで、お昼ご飯は塩ラーメンで。はい。ラーメンいいよ。ラーメン登場するの初めてかな。よく食べるんだけどね。よく食べるよね。いただきます。はい。あっち。おいしい。え、今日さ、始業式どんな感じでやったの？始業式、始業式、うん、校庭でした。校庭なんだ。体育館じゃなかった。そっか。なるほど。でもそれやってるところ結構多いかもね。ね。うん。確かに密室になんないもんね。うん。そっか。よかったよかった。それは。だから先生すごい大変そうだったよ。そうだよね。もう走って。そうだよね。それは何？新しいクラスごとに並んだの？そう。そっか。それでクラスの前に先生が来て、うん、うん、みんな喜んで。あー、そっか。そこで先生の発表があって。校長先生が。そっか。なに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 、わー、生徒喜ばないと先生の気持ち考えたら、うん、そっかそっかそっか。じゃあ全員みんな喜ぶ、喜ぶの、うん、でもシーンってなってるクラスも見ると笑うっていうみんな。え、なるんだ。なってた人いたクラス。2年生とか戸惑ってた。あ、戸惑ってたんだ。そっか。5年生とかは人よりもうイエーイ。そうだね。
知らない担任でもわーってなるのはちょっと、うん、まあ先生の気持ち考えたら、ね、わーってなった方がいいなって、うん、わーってしたの？したじゃん、しーちゃん。うん、しーちゃんは結構そういうのする方だよね。うん、意味しなかったの？うん、意味はしないタイプじゃない？かわいそう、先生かわいそう、うん。なんとりみちゃんこの後なんかスイッチの約束をしてるみたいなんですよ、視聴者さんと。でもちょっとね遅くなっちゃってね、帰ってくるの。りみの方がだいぶ遅かったねって帰ってくるのね、うん、なのでちょっとね間に合わないかもしれないけど、まあ遅れましたって言えばいいかね。ママ先生戻ってきた。あ、聞いた、しーちゃんから、うん、超びっくりした。でもそんなことあるんだね。だってさ、退職しましたってさ、うん、言ってさ、うん、二人式の時にさ、うん、手紙来てたじゃん、うん、でさ、いろいろさ、お世話になりましたみたいな感じの流れで終わったじゃん。そうそう、37年ぐらいいて。そうだよね。それなのにさ、今日また復帰しましたってこと？そういうこと。どうして？そうか、どうしたんだろうね。音楽の先生決まんなかったのかな。それかもうまだまだ やりたくてしょうがなかったのかな。どっちだろう ね。多分音楽の先生決まらなかった、決まらなかったのかな。でお願いしたんじゃない、校長先生が。そっか、やっぱり校先生が必要だったのかな。でももう大丈夫でしょ、二人とも。もう慣れてるよね、全然平気。うん、とりあえずいい子にしてれば怒らんないから。私先生と意外と仲良くて。そっかそっか、いいの私。でも多分当分ね、歌を歌うとかはね、ないできないと思うの、音楽の授業は。うん、ね、うん、だからどうなんだろうね、音楽とか。音楽の教科書配られたよ。配られた。一応教科書は全部一通り配られたんでしょ。配られた。そうだよね。でも漢字ドリル、計算ドリルはなかった。あ、そうなんだ。間に合わなかったのかな。次来た時に配るんで。うん、ああ、そっかそっかそっか。うん、なんか休校にね、急になったりしたから先生たちも本当大変だよね、バタバタね。うん。あのさ、あのさ、教室どこになった？お口に卵ついてる。卵。はい、じゃあちょっとね、細かいね、学校内の話はちょっと動画はできないので。はい、じゃあ急いで、リミちゃん急いで食べなくちゃね。はい、リミどう？来た？あ、また来てるのに。ん？出会えた？うん、うん、インスプラすんの？うん、あつ森？うん、あつ森か。こちゃん、あれ、かわいい子ちゃん。ちょっとかわいい子ちゃん写したい。え、あれ、かわいい子ちゃん、かわいい子ちゃん、かわいい、ジニャン、ジニャンかわいい。あれ、もう一人かわいい子いたよね。いた、かわいい子ちゃんいた。あら、かわいい子にゃん。ちょっとうちら親バカすぎ、かわいい。親バカすぎん、ずっと可愛い言ってる。かわいい。チロコロかわいいね。だってかわいいな。かわいいね。かわいいじんじゃん。毎日かわいいって言ってるよね。うん、ほんとかわいい。毎日一緒にいるのにかわいい。何やってんの？何回ってんの？かりゃん、かわいい、かりゃんも。癒しだね。癒しだね。コロナかかってもコロンで多分突き飛んじゃう。コロンがコロナかかっちゃうよ。なんてことを言うの、プシ。かからないよ。今何？癒され中？うん、癒され中。コロンに癒され中。キロン。リミは？キミ。リミはシロンに癒され中？うん。かわいいな。
すぎじゃないなんか。そう。ごめんなさい、親バカすぎ。かわいいね。うん。またやってるし。今6歳でやる。どら焼き。はい、おやつにどら焼きを食べました。はい。はい、今ちょっとね、ささっと買い物に行ってきました。はい。セリアと、しほちゃんが行ったのはセリアとジャンプ。あ、ジャンプじゃない。ジャンプのセリアと本屋をささっとね。はい、ちょっと動画とかで、ね、ゆっくり撮る時間っていうのないので、うん、はい、もうささっと買い物行ってきました。で、ママ、しほちゃん車にいて、ママだけちょっとね、ドラッグストアとか、ちょっとスーパーとか、ささっとね、食品を買ってきました。はい。ふぅ、疲れた。はい。じゃあね、何を買ってきたんですか？もう言っちゃったよね、ジャンプってママね。言っちゃった。ジャンプ買ってきました。ジャンプはですね、前回の、200話の、炭治郎のやつと、うん、どうしても欲しいっていうのでね、じゃあ今回だけと思ったら今回もちょっとやっぱ大事なシーンがねシーンだったんでちょっとだったんでね、ちょっとね買っちゃいましたと、はい、あとセリア行ってきて、うん、セリアでは両面テープと、うん、フックとフックね、フックとハーバリウムの液体を、ね、そうそう2個、はい、でこれで終わりです。はいはい、何をするかというと、何をするかというと、今からですね、壁をね、うん、ちょっとまた鬼滅のグッズでね、うん、ちょっとやりたいなと、鬼滅にしたいなと思って、はい、両面テープとフックを買ってきました。はい、というわけで今からその作業に移るんですけど、はい、いいですか？はいはい、はい、ということで今から壁にね貼り付けていきたいと思います。はい、で本当はこれね、うん、このねフック、フックにかけようと思ったんだけど、うん、入んなくて、だから、うん、なので、うん、こっちの両面テープで両方とも留めていきたいと思います。ホラー生活の時にやったパズル、はい、とこれはああれだね、なんかかかってたやつ今取ったんでしょ。そう、落ちないように取っちゃったんだけど、うん、コルクボードに鬼滅のグッズを飾ろうと思う、はい、なるほど。じゃあこれをここのテレビの上のこの壁につけたいのね。そうなんですよ、ちょうどいいスペースだと思ったんで、うん、あ、こんな感じね。よくないですか。うん、じゃあちょっとつけてみようか。はい、じゃあつけてみたいと思います。貼れました。じゃーん、はい、じゃあいい感じだね。うん、じゃあここに右のコルク今何もかかってないから、ここにまたねかけ直しましょう。はい、確定なんだよ。あ、そうなんだ。ねずこと？そうそう。あんまないもんね、その2つはね。これ高かったんだよ。確かに。1500円で1個。いや、2000円かな。あ、そうだ。これ普通にアニメイトで買ったんだよね。うん、私がそう。ちゃんが秋葉原の。そう、小遣いで買ったの。ねー、あの頃はコロナとかなかったんだね。炭治郎とか、ひのすけも欲しかったわけ。うん。高かったんだよね。ねー。まあ、しばらく行けないけどね、アニメイトも。ここまだ映しちゃダメだね。あ、そう、映しちゃダメなのね。うん、今度ね、ある程度鬼滅グッズとかがたまったらまた紹介してくれるそうですね。うん、さ、うん、もうなんか缶マッチが多すぎて、さ、うん、飾れないんだよね。そうなの？キーホルダーが全然ないっていうか、私じゃあこれどうする？これで終わりどうする？だって私が作ったさ、うん、プラバン、プラバンやばいよ、めっちゃ失敗したけど1個見る、 やばいやつあるから。どれ見てください、カノン作った。あ、そうそうそう、これやばくない？これ
れね、やばいよね。見てください、これちゃんとまっすぐにならなかったの。引っかかっちゃって。でも結果でね、可愛くできたのにね、ここまでね。悲しい。悲しいよね。うん、こうやって飾ろうと思ったんだけど、それちょっと失敗だよね。あとのは、あとのも失敗なの。これも、あ、それは失敗じゃないか。これよくできたやつじゃない。あとどれだっけ。ムイくんでしょ。あムイくんいいじゃん。でも形ちょっとなと思って。でもっとやばいの前逸なの。あ、前逸もちょっとだけ引っかかったんだよね。引っかかってやばいやばいって言って、こうやったらなんとか言ったんだけど、うんうん、形がでも可愛いよね。で花子くんは正直言って、あ、花子くん顔だよね。顔は何、失敗。失敗だよね。そう、前髪とかさ失敗したなと思って、目全然見えなくない。ちょっと目が見づらいよね。まあでもこれはこれでいいんじゃない。これ後ろラーメンつけたもんね。キラキラ。失敗した。え、じゃあこれっていうのもうこれしかないじゃん。そう、これしかない。鼻緒のこれしかこう成功したっていうのがないってこと、ね、外にカバンにつけてた時もこれしかないし。うん、だから今ね、花子くんね、頑張ってね、うん、もう一回作ってるの。もう一回作ったの、ほら。あ、今作り途中なのね。今作り途中で、まだ全然見えないけど、ヤスリかけてない状態なのね、まだ全然。あ、こちょっと見える感じ、こんな、なんか白い、あ、ここに写せば、おお、いいじゃん。まだヤスリかけてないから。え、でかっ。だってさ、前もこんな感じだよ。そっか、もう5分の1ぐらいになっちゃうもんね。これだよ。そっか、あ、切るんだけどね、こうやって、うんうんうん、これだよ。じゃあとりあえずそこさ、決めて飾ろう。え、本当にプラバン飾る？いや、何でもいいよ。じゃあちょっとね、いろいろ考えるそうなんで、金を当てたい。できたらまた写します。こうやってふり分けてね。ふり分けて、うん、完成。完成。なんかずっとね、金尾が揺れてんだよね。そうなの、なんか永遠止まらない。揺れが止まらないの。はい、じゃあね、ちょっと引いてみるとこんな感じ。いいでしょ。なりました。どう、あ、大丈夫。こんな感じ、ちょっと見づらいけど、こんな感じです。いいじゃないですか。はい、すごいね、もうどんどんなんか鬼滅になってくるね。でも結構減らしました、ここは。あ、そうね、ちょっと見えるところはね、すっきり今、うん、今まだこんな感じですっきりです。そうですね、うん、まあ、またね、もっと増えたら紹介したいそうです。はい、はい、はい、ということでね、ご飯までジャンプ読みたいと思います。やばいね、今回のジャンプね。うん、あ、見せられないんだけど、うんうん、ヤクデバのシールなの。あー、付録が、付録が、へえ、やばいよね。そっか、ヤクデバも大好きだもんね。好きなんだよね。でもずっとはジャンプ買い続けないからね。うん、大丈夫。分かった分かった、うん、もう買わない。うん、あ、でやばくなったらまた考える。うん、まあそれしたらやっぱ自分のね、お小遣いからだよ、ちゃんと。うん、はい、じゃあママはね、ちょっとご飯作るってくるのでゆっくり読んでてください。はい、本当にヤクデバのシールやばいね。友達ん家にね、鬼滅のシールがあって、うん、羨ましいなと思って。本当に。あ、そうそう、ジャンプの付録であるんでしょ、鬼滅のシールとか。そうそうそう、ね、言ってたね。YouTube ですか。はい、明日から宿題いっぱいだね。今日だけだね、ゆっくりできるの、うん、ね、学校はないけど、やっぱね、ちゃんとやることがね、いっぱい学校から出てるみたいなんで、明日からはちゃんとね、午前中やること、宿題やって、うん、ね、はい、やります明日から。明日から強調されてますね。ということで、夜ご飯です。はい、いや、今日はちょっとね、時間なくてね、はい、バタバタしましたね。はいはい、やっぱもう撮影と買い物とか行ったり、今日学校だったしね。学校だったし、ママ今日ね、昼間編集したんですよ。朝の。そうで、しーちゃんたちが帰ってくるまでにね、お昼までに終わらそうと思ったけど終わらなくて、でお昼作ったりさ、いろいろとして、でさっきしほちゃんと買い物も行ったじゃん。うん、いやちょっとね、今日はバタバタして。まだ編集終わってないの？今日は、うん、4時にちゃんと出しました。あのケンタッキーの大食いのやつ。みんな見てね。
で今日はですね、なんとね、一見豪華に見えるんですけど、これあのゲームスーパーでチンするだけのやつです。はい、これいいよね。安いし、いいんですよ。昔ね、買ったことがあるんだけど、最近業務スーパー行って久しぶりに買ってみました。前も食べてるの、私前も食べたけど、だいぶ前ね。業務スーパー自体全然行ったことない。ほとんど最近行ってなかったからね。業数いいよね。うん、ね、久しぶりに行ったよね。はい、じゃあ食べましょう。はい、いただきます。いただきます。一応ね、食べにくいからフォークとナイフも今日は用意してあるんで、はい、ナイフでお肉切って。ナイフで身2つある。あ、ごめん、じゃあしーちゃんの方に。あれ今日もあるよ。あ、じゃあママのかな。じゃあそこ1個置いといて。ちょっと1個多く入れちゃったから。いただきます。はい、見て。はい、どうかな、りみちゃん。切れない、切れた。うん、どうかな。うん、普通にチキンでしょ、うん、トマトのね。我が家は最近あの麦ご飯、ね、健康にのために。はい、じゃあね、ゆっくり食べたいと思います。はい、今ね、ひろしちゃんとね、チプラやって。どうなの？うん、お友達から LINE 来てんの？そう、LINE 来てんの。うん、なんだって？今日の動画の OB見たよ、面白かったね。うざ、面白かったって。それからも動画撮影頑張ってる。優しい。コロナに気をつけてるだって。優しいね。うん、優しいね。優しいお友達だね。だね。お熱測ります。はい、お熱測ります。よし、よし。気合い入ってるの、お熱測るのに。よし。じゃあリミ、何度でしょうか。予想だから363、ぺぺー、367でした。じゃあ次、私ママ、じゃあさ、測り終わったら見て、ね、私予想するから、うん、36度8分で。ん、36度8分。さっき37度だから36度8分、予想、うんうん、2度ぐらい下がってるかなと思って、うん、ご飯食べて、うん、ちょっと休憩して落ち着いたし、あの、笑ったけど、いっぱい笑ったけど、笑ってさ、笑って体温上がっちゃったんじゃない。体温上がっちゃって37度4分ぐらいだったら嫌だよね。嫌だね。でも予想は36度8分だから。はい、起きた。ママ見て、先見て。見れないよ、ママ。はいはい。もっと低かった。36度5分でした。え、リミより低いじゃん、うん、やった。本当にね、クラスが良かった。良かったね。良かった。リミは？リミはリミもね、仲良しの友達となったもんね。うん、ね、3連続同じクラスの子もいるよ。そうだね。私ね、5連続同じクラスの人いるでしょうか、いないでしょうか。チクタクチクタク、どうぞ。5連続いる。どうぞ。いる。正解はいないでした。あ、いないの？4連続で切れた。4連続で5年生もなれるから、はい、別れましたみたいな。ああ、じゃあさすがに5連続はいなかったの。いなかった。おー、みんなめっちゃいっぱいいるの。誰々くんと誰々ちゃんと誰々ちゃん、いるんだ他の子は。うん、5連続、うん、4、5人ぐらいいるのに、うち3年から1人しかいなくて、ダメだった。多分ダメだね。ダメだ、ダメ。はい、はい、というわけで、はい、でも今日はね、もう明日からまた休校で、はい、そうですね。あの、でもね、宿題がいっぱい出たので、あ、そうなんですよ。明日からまた勉強をしっかりやらないとね。そうですね。はい、じ
で、あとはお風呂入って寝るだけなので、今日はここで、はい、もう終わりにしたいと思います。終わりにすいませんします、はい、バイバイ。それではバイバイ、バイバイ、グッバイ、 See you next time. See you.